ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は B ジューシーハニー3てんこ盛り連射ラッシュを完全攻略していきましょう。2022年6月に三世 R&D から導入される319のラッシュ継続率約 93% のミドルタイプです。ボーダーが 18.6 と普通ぐらいで、通常回転速度はやや速いです。電サポはヘリを抑えるタイプで、アタッカーのオーバー率は普通ぐらいです。イメージ的にはゲンさんとほぼ同じタイプとなっております。大当たり中の離席タイミングはアタッカー消化後保留を貯めなければ離席が可能となっております。1個でも保留を貯めてしまうと1分の1で当たるので離席ができないです。また本機は U タイム、CZ、設定、潜伏確変はありません。アタッカーは10カウントで、3カウント入ったら弱から強にひねり打ち出しストップで対応しましょう。1回1回止めてると消化速度が下がるので、あまりおすすめはできないです。ラウンド間のインターバルが短めで、8カウント入ったら次のラウンド分を打ち出した方が効率がいいです。また連チャン中の1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。当たりが分かった瞬間に打ち出し開始。3カウント入ったら弱から強にひねり、8カウント入ったら打ち出しストップで対応しましょう。 V を狙えの指示とほぼ同時にアタッカーが解放するので、気持ち少し早めに打ち出してパンクだけは避けましょう。パカパカの1ラウンド目から2ラウンド目の間のインターバルが少し長いので、8カウント入ったら止めた方がいいです。電柱は1回砲1パターン1リミットです。打ちっぱなしで電柱に一発入賞したら打ち出しストップで対応しましょう。原産並みに消化速度が速く1分の1で当たるため、電柱に一発入ったらすぐに打ち出しを止めて無駄玉カット打法で対応しましょう。ちなみにアタッカーも同様ですが、一番下に一玉返しのポケットを搭載しているので、打ちっぱなしでもあまり無駄玉が出づらい仕様となっております。最初はアタッカー、電サポ両方ともタイミングを覚えるため、打ちっぱなしで対応するのもありです。換金率カシナマ10日でベース 22.0、 増減率が効率重視のため出玉と込み、出玉値間が9ラウンド平均930玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5050玉です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。